安倍首相、新韓派を排除、外務省。先日、外務省において、韓国を担当している北東アジア第一課の課長が入れ替えられました。この動きは、安倍政権が外務省から新刊法ですね、排除したんじゃないかと見られておりますが。 現状、韓国政府が、いわゆる徴用工や慰安婦などにおいて、日本側を挑発し続けており、国内の新韓派が役に立っていないため、排除し、韓国政府に厳しく対処できる人材を据えたんじゃないかと見られておりますけれども、まあ、こういった新韓派の問題、 政府内だけではなく、与党内においても、新刊派が存在してしまっておりますので、日本政府にはこういった新刊派の動きを速やかに無力化していただき、国民が、日本企業が韓国政府によって何らかの被害を被ることがないように、今後も日本国内においても、 韓国政府に対する、韓国に対する圧力を強化し続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。